陽太郎、絵を描いています。アートっていうのは自分自身を突き詰めていくっていうことと、絵を描くことで人とつながっていくっていうこと、その2つです。ずっと見えない、なんか真っ暗な、なんか中をこうさまよってるみたいな感じだけど、でもそれが一番なんか楽しかったり、うん、それが楽しかったりするから、初めは模様みたいなものを描いてました。柄みたいな。それからどんどん実際あるものとかも描くようになったりしました。絵を描き始めたのが18の時、渋谷で路上で絵を描き始めて、この場所しか自分をこう出せるところがなかったから、そこに行く、毎日行く夜の 2,3 時間くらいが一番楽しい時間で、一番自分を出せて、それをなんか理解してくれる人が来てくれたんで、その時に来てくれてた人は今でも応援してくれたり、今でも会ったりします。旅に出たのは24歳の時から1年間ずっと出てるイベントもあったし、いろんなつながりを1年間切ってしまうのはちょっと不安もあったけど、でも今しかないなという感じで、考え方が全然変わることもあるかなと思って、ハワイから中南米、カリブの国と、あとそう南米からヨーロッパ行って、中東と、あと北欧の方ちょっと行って、あとはインドとかネパール行ってっていう感じ。たまにその例えばガテマラのバスがすごいこう派手なバスで、なんか飾りがいっぱいついてるやつで、それを可愛いなと思ってずっとバスの前で座って書いてたら、そのバスの運転手が話しかけてきて、もしなんかどっか行くんだったら乗せて行ってやるよって言って、あとトルコの泊まったすごい安いホテルはすごいこう分かりにくくて、看板がないからホテルっていう、じゃあなんかその看板をちょっと書いてあげようと思って、その場でその板とペンキ買って看板書いてあげて、そしたらなんかトルコのなんか銭湯みたいなやつ一回なんかタダで入らせてくれたりして、やっぱ言葉はまああんまり喋れないから通じないけど、でもそれでもそうやって絵を通してなんか人と通じ合うのが一番やっぱ楽しいんだなっていうのは、うん、旅をしてても思いました。これからやりたいこと、例えばこの今住んでる岬でも街の中に自分の絵を看板とかシャッターに絵描いたりとかさせてもらって、自分の絵が公共のスペースにあって、いろんな人に見てもらえたりする、そういう活動をもっといろんなところ海外でもしていけたらいいな、行く先々でその土地の文化とかをその場所に残していって、絵で残していって、ただちょっとその土地の人はそれぞれやっぱりその町に対する、町の風景に対するこう思いがそれぞれあって、それをこうなるべく誰にとってもこう傷つけないような方法で残していけたらなと思って、なんかやっぱり一つ自分の絵を描くことでそのもともとあった風景はやっぱり変わってしまって、それで悲しむ人もいるから、そういうのをもうちょっと慎重にできるようになれば、そういうのをやっていきたいなと思います。
この絵は結構抽象画は割とずっと描くとダラ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 描いちゃうから、あちょっともうこれは一日で描こうっていうのを決めて描いたもんで、もう気分で思ったままに描きました。抽象画以外にも船描いたり山を描いたり人の顔も描くし、いろんなものを描くけど、でもそれぞれ自分にとって同じで、みんなやっぱり意味があって、何描いててもまあ何見てもかっこいいなって思うものを描き続けていきたいなと思います。